どこを狙ってくるか。バナナを越えて、どうだ。おっと、まずは1球目。7狙います。7番です。全部7狙います。秋の右足どうだ。鹿島アントラーズ編バナナキングコンテスト始まりました。バナキンです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。実はですね、スーパーサッカーは終わりません、はい、この J リーグ公認のバナキンは YouTube で残るということなんですよ。長木さんいかがですか。いや、素晴らしいと思います。ありがとうございます、はい、言わせた形になりましたけども、実際にこのバナナ今皆さんご覧になっていかがですか。いや、めちゃくちゃでかいですね。思ってたよりでかいです。3メートルぐらいですか。そうですね、3メートルの高さがあります。いや、相当でかいですよね。今日は意気込みとしてはいかがでしょう。あ、バナナ1年分もらいに来ました。おー、はい、荒木選手はバナキンご存知ですか。 YouTube とかでも。あ、見て。ありがとうございます。はい、勝くんが1年分取ってくれるんで、自分はちょっと5枚でしたっけ、新記録は狙っていきたいなと思ってます。ここでルール紹介。ゴールの中に7つのゴールを設置。持ち玉は10球。バナナの外側からただ曲げるだけではなく、どれだけ多くのゴールに入れることができるかを競う。最も難易度の高い7番に決まれば、番組からバナナ1年分をプレゼント。バナナに当たったりバウンドしてのゴールは無効となる。藤田選手の7球目です。2番射抜けるか。おっ、上行った1番。うまい。よし、単独1位、記録を更新しました。うまい、気持ちいい。さあ、長門選手、はい、今ボールセットしてみて、はい、いかがでしょう。ちょっとバナナでかいなって思いますね。まず何番を狙いますか。まあ、3か4の真ん中とりあえず蹴れたらなと思います。それでは長門選手の1球目です。緊張しています。怖え。これ長門選手の1球目、左足、バナナを越えたがワンバウンド。勝つ。まあちょっとアップがね。うわ、むず。どうですか、1球目今蹴ってみた感触としては。ちょっと恥ずかしいです。結構遠いな。ね、ちょっと遠いね。長木選手、今ご覧になってどんな印象でした。いや、もう全然力が伝わってなかったボールに。ちょっと、まあ、まだ1球目なんで、まあ、ね、はい、ちょっとしょうがないかなっていう。強めでいいんじゃないね。強めでいいっすね。強めでいいと思う。それでは長門選手、2球目のチャレンジです。バナナを越えて、バナナを越えて。短いな。勝て。届いてない。届いてないっすね。前じゃない。いや、前じゃない、これ前で 1-2 狙えば、とりあえず。とりあえずですね。ね、安牌だよね。そうですね。ちょっと聞かないっす。聞かない。聞かないんだ。他の選手のアドバイス、はい、聞かないという言葉がありました。先輩のアドバイス聞かない。それでは長門選手、3球目の挑戦です。左足、バナナ大きく越えて、これはオーバー。ちょっとやばいな。やばいぞ。距離感全然合ってないね。さあ、長門選手どうですか。でもちょっと温まってきたんで。温まってきた。もう大丈夫。5、6に変えます、狙いは。狙い変える。すげえ。7いっちゃっていいんじゃないですか。そうですね、まあ、7も狙いつつで。それでは長門選手、4球目の挑戦です。ないんじゃない、これ。修正できるか。バナナ越えて、バナナ越えて。修正できるか、バナナ越えて。あーっと、これはダメ。ダメなの。厳しいな。かわいそうだわ、マジで。今は今良かったもん。
今行くんじゃった、ね、めっちゃ良かった、良かった。でもどうですか中戸選手、今のちょっとこう感覚としては。もう当たるとは思う。結構距離あるこれ。いやだから距離ある。全然距離ある。中戸選手5球目の挑戦です。狙いを定めて左足を大きく超えて、どうだ、あーっとやべえ、バウンドばっかだ。ワンバウンド、やばいっす、ガツくん前半はやばいっす。荒木選手から見てどうですかこの5球、今振り返ってみて。とりあえず1枚抜いてほしいですね。本当にそう。とりあえずいや今のはちょっと7狙いに行ってちょっと負けなかったっていうのはある。でちょっと弱くしたっていう。じゃあ勝て 1-2 に変えよう。前で 1-2 にしたら。それはもうラスト1球の時にします。大丈夫ですか、ガが強いんだよな。どこ狙います？え、5、6です。5、6 変わらず5番、6番を狙っていくと。5番、6番を狙って、あーっと、これもね、まとには当たらない。狙いを定めて、左足、あーっと、これもまたこれで。バナナもダメだし、距離感もダメだし。ちょっと不穏な空気が漂っています。不穏です、不安です。まあ、気にせずいきます。気にせず、はい。どうですか、蹴り方などは変えてますか？ちょっとまあちょっと変えてるんですけど、あんまうまくいってないです。あんまうまくいってないんで変えてるって言いたくないです。それでは中戸選手の8球目の挑戦です。射抜くことができるか、できるか、あ、来た、射抜くことができるか、あ、来た、これが来た、よし。とりあえず、とりあえず、とりあえず1枚。まず1枚。よかったね。とりあえず1枚。笑ってるけど知らない。やりました、とりあえず安心してます。いかがですか？ちょっと今のはでも当てに行っちゃいました。当てに行っていいんだよ。そういうゲームだから間違いないです。カーブがかかってるように見えましたけど、はい、カーブをかけるコツはあるんですか？横回転かかるように擦る感じはイメージ持ってます。ようやく1枚ですね。もう7でいいんじゃないですか、1枚とりあえず当たったら、ね、そうだね、そうだね。どこを狙っていきますか？いやもう7です。よし。1年分。宣言がありました。さあ、それでは中戸選手9球目の挑戦です。7を狙って、7を狙って、7を狙って、これはどうだ？またフレームだ。同じとこだって。いや難しい。いよいよ次最後ですね。改めて伺います、何番狙いますか？7番です。7番、はい、変わらず7番を宣言しました。それでは10球目です。最後の1球、左足、どうだ、お、どうだ、最後の1球、左足、どうだ、大きく超えてしまった。1枚か。記録、ありがとうございます。かっちゃん、ちょっと今のはミスりました。さあ続いて荒木選手の挑戦です。実際今セットしてみてどんな心境でしょう？ちょっと5、6、7がちょっといけるのかなって思って。難しいんじゃないか。はい、まず1球目ですけども、どこを狙っていきますか？ 3-4 で。 3-4 狙っていきます。お、近くに置いた。セットしました。あ、結構近づきましたね。ボールを近づけました。荒木選手1球目の挑戦です。まずは1球目、バナナは越えて、まずは1球目、
バナナは超えて、どうだ、3枚抜いた、3枚抜いた、宣言通り、でかい、でかいね。あ、嬉しそう。荒木選手やりました。いや嬉しいっすいやよく当たった。蹴ってみた感触としては、そうっすね、イメージ通りっす。イメージ通り記録で射抜くことができるか。バナナを超えてどうだ。意外といく、意外と5、意外と5、6、ちょっと行ってみたいっす。おいいね。6番、2球で勝っちゃったよ、はい、もう安心してる、うん、荒木選手3球目です。5番、6番を狙っていく。やれや、あーっと、バナナより大きく内側。やれや、あーっと、バナナより大きく内側。やばい、大丈夫、ちょっと狙いすぎました。5番、6番というね、宣言はされてましたけども、ちょっと恥ずかしいなルール忘れちゃったのかな。まあ当てればいいって次はどこ狙っていきますか。1、2番でいきます1、2番、わかりやすいな。少し修正していくということですね。狙っていく、どうだ、2番、よっしゃ、よっしゃ、いいね。よし、宣言通りですね、これまた、はい、勝くん超えました確かに、まあ、内側には僕蹴んなかったですけどね、一回もカーブなんかはコツとしてはあるんですか。擦り上げてます。擦り上げてる。残すところあと5枚、折り返し5球目の挑戦です。どこを狙ってくるか。バナナは超えてどうだ。え、1番に当たらない。え、ダメ、惜しい、当たってない今の。射抜くことできませんでした。マジか、ダメです、ダメです。今当たってるように見えたけどな。当たったと思ったんですけどね。いやでももうちょっと5、6とか攻めてやってほしいなと思いますけどそろそろね、はい、どうやっていくんですか5、6。これバチーンっていうやつ見たいな。フリーキックの、本当のフリーキックのようなやつ。荒木選手攻めてほしいという期待する言葉もありましたけども、何番狙っていきますか。はい、5、6行きます。5、6を狙っていく。5番、6番を狙っていくと宣言した荒木選手。バナナは超えてどうだ。4番、4番、素晴らしい、これで3枚目。とりあえずでも1番でもいいんじゃない。そうっすね、うん、いやこれ1番射抜けば歴代1位タイになりますからね。さあいよいよ7球目の挑戦ですが、荒木選手どこ狙っていきますか。1番で、1番で7球目の挑戦です。1番を射抜くことができるか。バナナの外側どうだ、外側どうだ、いるか、バナナの外側どうだ。よっしゃ、1番を射抜いた、よっしゃー、すごいね、今のうまい、歴代最高枚数に並びました。やった、気持ちいい。今の完璧、これ1位タイか。え、これいけんじゃん。いけます、いける、やりましたね。もうこれは1位狙っていこう、うん、そうっすね、バナナより1位狙ってほしい本当に。さあ残すところ8、9、10と3球残してますね。絶対離れた方がいいよ、うん、後ろの方がいい、後ろの方がいい絶対。本当っすか、荒、うん、木選手、はい、5、6、7どこ狙っていきます。
7で7でそのために必要なことなんでしょう。もう思いっきり擦り上げて巻きます。思いっきり擦り上げて巻く7を射抜くことができるか。1枚でも抜けば歴代最高枚数です。最高枚数が出るか。バナナを超えてどうだ。バナナを超えてどうだ。バナナを超えてどうだ。うわーっと惜しい。ワンバウンド6番に当たりましたが、ワンバウンド。結構頑張って巻いたんですけど、7ちょっと相当巻かなきゃいけないですね。そうですね。番を宣言した。バナナ、バナナ直撃。やばい。ナイスバナナ。いいバナナ。強いねバナナ、うん、さあいよいよ最後の挑戦ですね。どこ狙っていきますか。もう7狙います。7を狙う1枚でも射抜ければ歴代最高枚数になります。ちょっと前から蹴ってみていいですか。どうぞ。でそこなのこの方が当たる気がするんですけど。これ当てたらすごい。10球目の挑戦です。最後の1球。バナナを超えてどうだ。バナナを超えてどうだ。バナナを超えてどうだ。うわー惜しいよ。惜しい。いや今の良かったけど、良かった良かった。1位狙いたかったんですけど、まあ、トップタイでも嬉しいです。素晴らしい。見事にトップ。何枚ぐらいいけそうですか。とりあえず荒木には勝ちたいです。それはもう1位ってことっすよ。それは1位ってこと、うん、カーブをかけるコツっていうのはご自身はどんなことを意識されてるんですか。俺は結構落とす系のボールが得意なんで、はい、だからちょっとあんまりこのゲームには向かないんですけど、はい、まあでも言い訳はしたくないんで荒木を抜きます。メラメラだな。バチバチだな。長木選手、はい、1球目はどこ狙っていきますか。全部7狙います。全部7を狙う。1球目の挑戦です。7番を狙うといった。バナナを大きく超えてオーバー。大きく。ちょっと固まっちゃったかな。固まっちゃった。全然曲がらなかったね。どうです ?1 球目今蹴った感触。相当曲がんなかったんで、はい、ちょっとやばいなって思ってます。修正できそうですか。修正します。あーっと、これは惜しい。これ決まりましたかね。いっちゃった今。いや、ターン増えてますよ。あ、増えてる。もう分かった。もう分かった。はい、それでは参りましょう。3球目です。バナナの右越えてどうだ。これはオーバー。やばい。嬉しい嬉しいよね。やばいよ。とりあえず当てないと。いや7番じゃないの。焦ってきてる。7番狙う余裕ない。どこ狙いますか。1番2番。1番2番。全部7から修正しました。はい、1番2番を狙うということ。1番2番を狙っていくという長木選手どうだ。これもオーバーだ。やばいぞ。焦ってる焦ってる。亮太君焦ってる。珍しいですか長木選手が慌ててるっていうのは。珍しいって言えよ。よく見るかもしれないですね。1、2、3、4を狙ってどうだ。これまたオーバー。でっか。でっか。ちょっとパワーが有り余ってる。パワー有り余ってやってる。ちょっと後ろに下げます。あ、少し後ろに下げます。高さの調整ちょっと今できないんで距離の調整します。それでは6球目です。
距離の調整で射抜くことができるか。あ、来た。距離の調整で射抜くことができるか。どうだ。一番射抜いた。一番射抜いた。こっからこっから。こっからですね。こっから。こっからです。とりあえず安心。そうですね。こっから全部7狙っていきます。3か4かな。3か4。長木選手の7球目です。どうだ？起きた。どうだ？起きた。いったか。いいね。うまい。うまい。よしよし勝つは超えたの長戸選手は上回りました。だいぶ距離感掴んできました。続いて8球目ですけども、どこ狙いましょう。 4-2 のどっちかかな。1狙いってる。1位対狙いってる。8球目です。3枚目ゲットなるか。バナナは超えてった。どうだ。よし、荒木に勝てるぞこれで。かなり修正されましたね。やっぱプロフェッショナルなんで5-6行こうかな。じゃあ当たったらすごいな。何を意識します。滞空時間と曲げること。滞空時間と曲げること。ぽいこと言うな。ここまで3枚抜きました。9球目、長木の右足どうだ。長木の右足どうだ。7。長木の右足どうだ。長木の右足どうだ。長木の右足どうだ。あ、当たった。当たった。なんでダメだって。ダメ。当たったじゃん今。ダメ？あ、フレーム？惜しい。いやー惜しかったですね。うっそ。いよいよ最後の挑戦になりました。長木選手、どこを狙いますか？もう5-6-7どれか。5-6-7初の7が出るか。10球目です。最後の1球どうだ？これは最後の1球どうだ。これはゴットフレーム。4枚目ならず。最後はやや上フレームでした。ちょっとマジで悔しいわ。中戸選手はこうやってみてどんな感想ですか。まあ、2人の緊張をほぐせたんじゃないかなと思う。荒木選手は。いや、7当てたかったんですけど、まあ、先輩2人に勝ててよかったです。最後、長木選手。いや、7当たってたんじゃないかなと思います。まだ言うね。いや、でも楽しかったです。楽しかったですか、はい、皆さんにお聞きしたいんですけども、この選手にやってもらいたいなっていう人はいますか。ジーコさん。お見たいですね。見たいですよね。確かに。バナナキングコンテスト。短いところから。ちょっと7番狙いたいね。いやもう7しか狙ってないですもん。いやもちろん7で。ベタのステーキ7番です。おー。